線特急の北斗線札幌行きです。上野行きを地獄通りに発車をいたしております。それではこれから先の止まる駅と到着時刻をご案内いたします。次は大宮、次は大宮です。19時28分の到着です。宇都宮20時27分、郡山21時52分、福島22時27分、仙台23時28分。北海道内、病床、函館には6時35分、森7時27分、八雲8時5分、おしゃまんべ8時29分、東屋8時59分、伊達門別9時11分、東室蘭9時32分、登別9時48分、苫小牧10時20分、南千歳10時41分、終点の札幌11時15分、終点札幌には11時15分の到着となります。車内のご案内をいたします。列車は一番前が11号車、一番後ろが一番後ろが1号車です。列車は一番前が11号車、一番後ろ1号車です。途中、青森と函館で進む方向が変わります。この列車の1号車、2号車は B 寝台車です。3号車、4号車、5号車は2人用 B 個室デュエットです。6号車、1人用 B 個室ソロとロビーカーです。食堂車、7号車は食堂車グラン車両です。8号車、2人用 A 個室ツインデラックスです。9号車、A 個室ロイヤルと1人用 B 個室ソロです。10号車 A 個室ロイヤルと2人用 B 個室デュエットです。11号車は B 寝台車です。北斗線号では列車内の無煙化を進めております。この列車のデッキ、通路、洗面所、お手洗いと1号車、2号車内、6号車のロビー室は禁煙です。お手箱を据える場所は11号車の B 寝台車のベッドの間と各個室内です。大変ご不便をおかけいたしますが、終点札幌までご理解とご協力をお願いいたします。食堂車の営業開始につきましては準備でき次第この放送をもちまして係の者よりご案内申し上げます。6号車から9号車までの個室の外管理は放送終了後各お部屋にお伺いいたしました際にお渡しをいたします。遅くお伺いになる車両もございますがあらかじめご承知おきください。洗面所をご使用の際外されました時計、眼鏡、指輪などお忘れになりませんようお気をつけください。また現金貴重品の管理には十分お気をつけください。盗難などに十分お気をつけください。寝台の上段をご利用のお客様、はしごの上り下りの際にはお気をつけください。おけがのございませんようお願いをいたします。車掌は JR 東日本青森運輸区柴田と武道が途中青森までご案内をさせていただきます。よろしくお願いいたします。青森から先は引き続き JR 東日本の車掌がご案内をさせていただきます。車掌は1号車と11号車におります。寝台特急北斗線札幌行きです。次は大宮です。